暮らしの花文化ナビゲーターの川崎圭介です。さて今日はですね、私の隣には色とりどりのダリアが来てくれています。秋の花屋さんを賑わすこのお花、今日はそんなダリアの背景をお話ししたいと思います。色や形、花びらの様子など、さまざまな園芸品種であることで知られているダリアですが、原産地はメキシコで、同国の国花にもなっています。もともとは高原の冷寒地に自生する花でした。この花の根は循環器系の薬草に用いられ、アステカ人はこれを用いていたと言われています。17世紀以降にヨーロッパに原種がもたらされ、見事な花を咲かせるということから品種改良が進みました。分類学の父カール・フォン・リンネの弟子で植物標本に詳しかったアンドレシュ・ダールの功績を称えて、彼の名にちなみ18世紀にダリアと名付けられました。その華やかな姿から華麗の花言葉を持つダリアは、ナポレオン妃ジョセフィーヌが愛した花の一つであり、これをカランから盗まれてショックを受けた彼女は、二度とダリアを育てることはなかったという逸話も残されています。多くの花好きを魅了してきたダリア、これからも多くの人々の目を楽しませていく花になりそうですね。